はい、皆さんどうもこんにちは。どうも、ですね、今度はメインゲートです、現在メインゲートですね、この後まもなくですね、今度はなんだっけ、20トンのトラックがこちらのメインゲートに入るらしいんで、だからこれを止める、だからなんか言ってますね。20トンが来るらしいので、ちょっと置きますよ。じゃあ何やったっけ、置きますよじゃなくて、20トンだから豪華はこっちです。それ容量が得ないじゃん、あれですよ、ありがとうございます。というかこっちに来るってことですね、つまり。まもなくこっちの方向かってるらしいんで、今日は朝は、まず、いろいろ物資の送り届け運輸とかをしようとしてあるんですけど、全然なんていうか妨害に次ぐ妨害によると、N1 の表に到着したのは、お昼の12時ぐらいですね。お、車来ますね。これは本当にです、関係はないです、本日、かなり寒い、肌寒いですね。現場においては、そういう、土砂の、
と多分、まあもうしばらくして、機動隊が先ほど言ったみたいに出てくるかもしれません。まあ、出てくるでしょう。出てこなければ私たちがずっと止められるんで、まあこの時には、まあ、今日は不明な中で対応したいと思います。まあ、集中日というか、実際にも頑張ろうというふうにはなりましたけれども、昼、裁判所内で、まあ、大規模な集会が、今日開催されました。まあ、そこに、結構ちょっと引かれたところがありますので、1500人から2000人規模というふうな、名打ってオール沖縄会議が、まあ、辺野古の基地建設を止める集会というふうに、なっています。まあ、そういう影響も多少あったかもしれませんが、また明日も、まあ、その私たちの行動を継続を、まあ、して、政府が現代で、言っている、その視点と、まあ返還日を、まあ、そうさせない、させてはなりませんしで、このような、まあ米軍基地建設、新たに、沖縄に、米軍基地を作るということには、当然、まあ断固止めていく、そして行動を取っていきます。ヘリパッドだろうが、着陸隊だろうがですね、これは基地関連の、まあ、施設、ある意味、大きな意味で、まあ、米軍基地ですね、それはやっぱり、ここの境の住民の、もう将来、ここで生活できるとか、生存権まで、まあ、脅かされる状態にありますし、これで、もう学校の授業等々、あるいは日々の生活の中で、通学の危険や、教育訓練ですからね、いろんな、まあちょっと極限に近い飛行が、まあ持たれます、されます。今は N4 が、2カ所完成をして、運用がもう既に解消されてますけども、そういう日では、ありませんで、ここに、今建設中の4つが、4機が完成すればですね、もう何十倍もの、まあ訓練が、まあ実施されるかと思います。合わせて言われてます通り、伊江島にも拡張工事が今、頻繁に進められています。当然、この国務訓練場の沖縄には伊江島の飛行場が進んでいて、オスプレイが展開をされていますし、そういう意味では、本当に、もうこのやんばるの当然、自然も、もう大きく、損なわれる状態に、あります。最後まで、当然、私たちは、まあ、行動を取りますけれども、国の傲慢な、そういう姿勢には、しっかり抗いたいと思います。北部訓練場の、運用されていないところで、返して、これが負担軽減というふうな、政府の、まあ、そういう、まあ、表向き、県民に寄り添うことをというふうに出しますけれども、もう本当はすぐに、でも多分タコ合意の後は、北部訓練の多発の時間は、簡単だったのかもしれませんけれども、これが、まあ、米側の、まあ言う通りというか、言いなりになって、アルカ側を中心とした、自治区や、まあこのヘリパッドが強行を達成しました。まあ、式典については、まあ、小長知事が、出席の運動が、ありましたけれども、まあ、私たちの思いとしても、まあ当然、このような式典には、出席できるはずがないというふうにしっかり明言をして、もらいたいというふうに、思います。なかなか、まあ原発署の中身で少し、動きが、まあありつつある中でですね、この境に付けが何かはっきりしないところがあって、ここのゲート前でもいろんな、まあ、軽口な発言もたくさん、あります。まあ、当然、まあ思いは、いろいろありますが、まあ県議会の機動隊の、まあ、撤退の決議の議論もありましたけれども、本当は、そこまでしっかり踏み込んでもらいたい。ただ、やっぱり思いは当然持っていますし、私たちは、そういう知事あるいは、県議会も含めて、うちなんしゅもう一回、まあ、改めて、行動を作りたいと思います。この境で当然、まあ、当然辺野古が、続いて、いますし、終わるものではありません。仮に、この境が、まあ完成するということが、あったとしても、私たちの運動は多分やまないんだと思いますね。運用させないという、手法を、まあ、今後私たちの運動で、引き上げていく。
キャラクターがありません。だから、本当に長い、取り組みになっています、そういう意味では、私たちの日々のこういう行動は、全然、無ではありませんで、これはいつか、未来につながっていきます。今生きている生活して私たちは当然行動を取りますけれども、これは、沖縄の基地問題、私たちの子供や孫にもしっかりやってくれと、特に若い方々には、そう伝えておかなくてはならないというふうに思います。今の状況では沖縄の未来は、ありません。沖縄は米軍基地の島でもありません。平和で、こういう自然を生かしながら、文化交流、いろんな、アジアとこういう流れを持つ人たちであり、日本にない、そういう亜熱帯の独特な、気候の下で、観光としても発展してきた、ところだというふうに思います。未来の米軍基地を残さずに頑張ってまいりましょう。一般のですね、車、今から誘導しますかね、押さないかもしれないんで、上からの車、どうぞ気をつけてくださいね。どいてください。取りたいのでどいてください。車が止まります。歩道に入ってください。あ、危ないですよ。乗ります。弾圧やめろよ。基地建設に協力するな。我々の生存権を脅かすな。俺はここに一生住むんだ。オスプレイの訓練だ。あの欠陥機だ。あれが毎日低空で昼夜訓練繰り返したら、ここに住む者はどうなる。ここで授業を受けられるか、教育が受けられるか。そんな米軍基地だ。そんなヘリパッドなんだよ。全国の機動隊はここの行動が任務が終わればすぐ帰る。自分のところに戻り、静かで平穏な生活ができるかもしれないが、我々はここに住めないんだ。権力の言いなりになるな。公平中立公正、警察法第20条しっかり守れ。権力によってはいけない。これも米軍基地建設に加担する、協力する、そのための
弾圧をやめなさい。正当な抗議をしているだけだ。我々の言論行動、自由を抑圧するな。あ、どうも。
ります。ヘリパッドに、真上から降りるというふうには、当然なりません。ヘリではありますけれども、離陸時には、徐々に高度を下げて滑空できるような、当然、運用の仕方を今の N4 でもやっておりますし、司法もいろんなとこから、訓練が、繰り返される、状態に、あります。特に、環境の専門家は、ね、いつも言っています。これだけの固有種や絶滅危惧種がいます。22種それから126種の、そういう貴重な、生き物がいますし、木々、動植物ですから5000種以上という、調査結果が出ているぐらい、沖縄だけではなくてですね、世界のそういう識者の中では、本当に貴重な、自然が、残っていると言われています。辺野古の、私たちチョラーリって言いますけども、大浦の海もやっぱり同様だと思いますね。山と本当に、海、沖縄の本当に大事な資源をですね、米軍基地に、帰る、自然破壊をして米軍基地に帰る、本当に許し難いことだと思います。これだけ、多くの自然が、破壊されるというのは本当に、許し難いと思いますね。当然第一に、沖縄には、74% と言われる米軍基地が集中していますし、ほとんどが、県民が当然了解をして、基地を置いているわけでは、ありません。
愛知県警は一応車が寄ったんで、私たちの方では交通整理はしませんので、気をつけてくださいというふうに言って帰ります。もちろん私たちでしっかり自分たちで管理します。もうじきまた、車が来る、トラックが来るということになりましたら、まあ、みんなで、まあ、行動を取りたいと思います。基本的にもう無理はしません。まあ、飛び降りる部分については、まあ、当然行動を取りますけども、まあ、数も数ですし、まあ、そこは厳しいところは、まあ、無理をしないように、怪我しないようにという行動に、まあ、したいというふうに。ここで行動するっていうのは、現地にもたくさんの情報員がいて、今どうなってるんですか、特段に
ペンタゴンまで情報が来る、地球の情報まで来るぐらいの情報網があるのに、それをある司令官が公聴会の声で日本政府がこう言いました。だから結構何かのきっかけで今日米同盟強化、トランプ氏が次期大統領になりましたけれど もう結構崩れやすい、同盟国かもしれないと思います。アメリカ側は日本に、万全の信頼を寄せているというのは本当はほぼありませんので、安倍さんはニコ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 、まあ、スポーツで崩れてきますけれども、実は向こう側は、顔側はそうじゃない、ところがあります。いろんなきっかけでこの日米対立というのは、当然壊れてくるんだと思います。でトランプさんが少し選挙戦に比べるとトーンダウンしましたけれども、これからどう復活するか分かりません。で今、まあ、巷ではもういろんな報道番組等々でも日本の今の防衛とか日米関係のあり方をやっぱり議論する時期に来ているという声がたくさんあります。今までみたいにこの日米同盟だけがあって、それに、まあ、米国の言いなりにいろいろオスプレイも17機かわされる、そして、まあ、今生産難さがどういうふうになるか分かりませんが、それもまあ今自衛隊が監視体制でいるということも、そういうことも決定をしていますけれども、今後は当然沖縄を含めた、まあ、米軍大変が進む中でですね、駐留が、まあ、どういうふうに変わるのかというのも多分、このままの状態でいくとは当然、思いません。まあ、私たちはトランプさんにはね、もうちょっと頑張ってくれて本当に、思いますね。多分、この駐留費を思いやり予算をもっと出せと、今でも 70% から 75% 出してると言ってましたけれども、これをもっと上げるという時になると、誰かが言ってましたけれども、もしかしたら増税になるんじゃないか、その負担を捻出するために、国民に、なんとか税をくっつけてですね、思いやり予算を確保するということになりかねない。だから、いろんな、まあ、これから、新大統領が、どう日本に向き合うのかで、いろいろ変わったかもしれません。私たちも当然、基地が、なくなる方向の部分で、まあ、ある意味では応援もしたいというふうに、思いますけれども。なんか、発言場から、はい。参加したということですが、
カメラで見てもですね、でその前に、ストトレーラーが出てるんで、それが、もうそろそろ多分近くまで来るんだというふうに、思います。後ろ車来てます。待ってます。
おっと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 。まだ来た。雨やみましたね。とか言いつつまた掘り出すかもしれない。オスプレイ脱出な。N4 から来たオスプレイですね。すごい涼しいですね。なんか何度ぐらいかな、22度かそんなもんかな。今日初めて見たんですね、オスプレイは。あっちに飛んでいきますね。
なんかあれですね、なんかあの10トンおよび20トントラックどっか行っちゃったらしいですね。入る予定がないですあいつら知ってるあそうですね、なんか何だか知らないですけど、あ、勝利再現どうぞ、どうぞじゃん。なんた時にやったぞーって。そうですね。山下さんみたいにできないです。なんだか知らないけど、あの。バラバラの中にさ、壊したんだけど、これ誰かの忘れ物じゃないかと思うんだけど。中身はなんだ。ちょっと開けてみる。でですね、なんかあの、どっか行っちゃったらしいっす。あのトラックじゃなくダンプだからいろいろなやつが。あのというわけで、勝利ありがとうございます来なくなって、どっか行っちゃったです。というわけで、配信一旦終わります。どうもな、メインゲートでした。どうもありがとうございました。なんか失礼します。